料理勉強中。皆さんこんにちは、富澤商店のハッコです。本日も教えてくださる先生をお呼びしたいと思います。富津クオカスタジオの馬渡さんです。皆さんこんにちは、富澤商店の馬渡です。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はハツコさんにですね、お渡ししたいものがありまして、持ってきました。何ですかこれ。今度9月にハツコさんみたいなパン作り、まだ慣れてない方に向けて、あの作りやすい材料とレシピがついたセットを販売することになって、今日はハツコさんにそれを一人で、ね、僕何もしませんので一、はい、人で作ってほしいなと思って、はい、セットを持ってきました。あのレシピは僕が作りましたので、初心者の方でも作っていただけるように作りましたので、いい復習になるんじゃないかなと思いますので。なるほど、はい、まずはじゃあ開けてみましょうか。わかりました、はい、あ、これですね、これレシピが2種類レシピ載ってるんですけども、はい、今日はよりシンプルな基本のくるみ食パンを作っていただきたいなというふうに思います。わかりました。なんかいつも隣でやっていただいてるので、それがないのがすごい不安なんですけど、あの応援はしてます。上にくるみ、強力粉、スキムミルク、これドライイースト、型とかも入ってるんですね。なるほど、じゃあこれに焼いていけばいいということなんですね。はい、すごい。じゃあ型が ないよとかでも始められる。もちろんです、ね、はい、あの材料もくるみ食パンだったら3回ですね。でメープルブレッドの方だったら、5回、はい、作れますので、あの繰り返し繰り返し作っていただいて、なるほど、練習していただくためのキットっていう感じです。この動画っていうのはどんな動画になってるんですか。生地こねるところから焼くところがですね、私の手元をあのアップにして映してますんで、すごい、はい、じゃあプロの手元を見ながらチャレンジできるってことなんですね。なるほど、はい、じゃあちょっと、まあ、せっかくならじゃあその動画を見ながらやっていこうかな、はい、強力粉、くるみ、お水、お砂糖とお塩、ドライイーストとあとスキムミルクは計量しなくてもいいことに気づきました。そうです、そうです、使い切りでね作れるようにあのレシピ作りましたね。さすがそうなるじゃん。しっかりちゃんと混ざるように。あ、脂粉乳が入ってるので、はい、脂粉乳ってあの直接水分に触れちゃうとすごくダマになりやすいので、うん、必ず粉としっかり合わせてから、はい、なるほど、水は加えるようにして、割りになったら台に出す、はい、というのがいつもだけど、全体が同じぐらいになるまで一旦混ぜる、はい、復習のテストを受けてる気分がちゃんどうしよう、だってこれで失敗しちゃったら会社に怒られます。私隣でくるみを砕いてていいですか。あ、わかりましたあの4分の1ぐらいですね、はい、もう割ってもらえれば。え、ちょっと前回もうまくなってません、ね、あ、すいません、しゃ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 今までで一番多分やりやすいです、ね、うん、今までで一番やりやすいです。私がやってもまとまった。多分どれぐらいまでこねればいいとか、どれぐらいまで叩けばいいっていうのが多分初心者の方って一番気になると思うんで、それがちゃんと動画になってるのは絶対にベタつきがある程度収まり弾力がある。でももうベタつきも収まって割と弾力がある気がするので、次に進んで良さそうな気がする。よいしょ、これでバターを混ぜていくわけですね。あのバターが手についてるうちに、はい、あの手についてる生地をカードで払っといてもらうと、うんうん、あのその後くっつきづらくなるので。なるほど、はい、え、めっちゃ扱いやすい、うん、あんま手にもくっつかない。全然くっつかないです。これは初心者の人絶対やりやすいと思う。なぜなら私がやりやすいからじゃあこれで、生地を薄く広げる。四角形で正方形に広げてもらうとやりやすい。正方形、なるべく薄い正方形。はい、はい、まあ大さんが砕いてくださった。なるべくくるみが入ってないところがそうですね、なくなるように、はいはい、全体的に広げていただいて、上からこう軽くしっかり、はいはい、押さえて
生地を十字にカットしてそれぞれを重ね合わせてムラなく混ざるまで切る、重ねるを繰り返す。動画で見た方が良さそうな気がする。なるほど、ほう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 。パン生地って弾力があるものなので、はい、弾力あるものに固形のくるみをこねて混ぜ合わせていこうと思っても、うんうん、なかなか混ざっててくれない。確かに、はい、なのでこういうふうに重ねて重ねてっていうふうにやっていくと、このずっとくるみがないところが目にも見えるので、じゃあこねるのの代わりってことなんですね。そうです、こねなくてもこう重ねていくだけで、くるみが均等に入っていく。なるほど、はい、じゃあこれをまたギュッギュッして、はいはい、じゃあこれムラなく混ざったら綺麗に丸める、はい、今は表にくるみがありますよね、はい、ひっくり返してみてください。はい、ひっくり返すとくるみが表に出てない面があるので、うんうん、はいはい、そっちの方が綺麗に丸めやすいので、うんうん、はい、そっちで丸めて。わかりました、はい、あ、なるほど、油スプレーかけたものの中で発酵させていくと。おっきい、お、戻ってこないので OK ですかね、はい、分割して優しく丸める。くるみごと割ってもらって構わないので、はい、で、これで丸めていくわけですね、はい、はい、なるべくこうパン生地の中に入れてもらって。なるほど、はい、はい、こんな感じですかね、はい、はい、じゃこれでラップして10分から15分休ませていきましょう。ベンチタイムが終わりました。型に油を塗っていくんですね。このタコを丸め直す、はい、今日は山形の上がこのまん丸になる、うん、はい、食パンになるのでもう丸めてもらった方が可愛く、うん、丸くなる。なるほど、でくるみが出てきたら生地の下に入れてもらって、はい、なるべく表面にくるみが出ないようにしてもらった方が綺麗かなと思います。なんかプチパンを作りながら食パン作ってる気持ち。丸めをして、それで食パンになってますね。まあ、仮にこうくるみが多いところと少ないところがあると、はい、同じ 110g でもくるみが多くて生地が少ないと、うん、小ぶりになりますよね、うんうんうん、くるみは膨らまないんで均等にくるみを入れてもらった方が、まあ、見た目もそうですし食感だったりとか、うんうん、はい、そういったところも4つ4玉同じ味わいになってくれるので、うんうん、はい、いい感じに膨らんだ気がします、はい、じゃあ、これで、また温かいところで二次発酵。はい、じゃあ二次発酵が完了しました。綺麗、はい、にこうこの型より上まで来てます。ちょっとなんかこう斜めになってるので多分くるみがこっちにいっぱい入ってるんだろうなっていう、美味しいやつです、はい、そういう気がしてます、はい、はい、じゃあ焼いていきたいと思います。オープン。お、膨らんでる。綺麗な山形ですごい匂いもいい感じに焼けた気がします。かわいいと。どうですか。いや、綺麗に焼き色もついてて、はい、ね、丸みもあっていいと思います、はい、はい、すごい香ばしくていい色がします。はい、完成しました、はい、もっちりタイムですね。はい、じゃあ、おー、なんかほんのりあったかいのがいいですね。はい、はい、じゃあ、いただきます。すごいパンがもちもちしてるし、くるみがいっぱい入ってるので、うん、すごいくるみの香りが一気にバッて広がりますね。すごい美味しいです。良いか。ご自身で作ったレシピを実際に初心者が作ってみたんですけど、家庭でね、初心者の方でこのぐらい作れたら楽しい。うんうん、はい、まあ、一番生地がすごい扱いやすかったので、はい、すごく楽しくできたので、最初にトライするにはすごく、はい、
いい内容だなというふうに思いました。ね、少し皆さんが こう、まあ、これで取っかかりとしてパン作り楽しみに思えていていただいたら、くるみをレーズンに変えたりとか、中の具材をちょっと変えるだけで全然違う味にもなるので、ぜひトライしてもらいたいですね。今日作ったのはこのくるみ食パンっていう方ですけど、はい、メープルブレッドっていうもう一個の方もそうですね。あの基本的に、まあ、生地とくるみとあと型とですねは、同じものを使いますので、ここにバターとかメープルシュガーとかで合わせていくようなクリームを塗ってもらって、でまたくるみをトッピングしてで焼いてもらうパンになります。基本のくるみパンよりは、少し難しいというか、ワンランク、アップしていただくような感じになりますけども、ぜひトライしていただきたいので、あすこさんも機会があったら作ってください。そうですね、はい、今回のですね、基本のパン作りセットはトミズのサイトの方で購入ができますので、ぜひぜひ皆さんも買ってチャレンジしてみてください。というわけで、ハツコと料理をやってみよう。チャンネル登録よろしくお願いします。